はい、こんにちは。中学受験さくらるチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65A の算数、食塩水の、こんな問題をやってみましょう。さあ、1題です。 AB2 種類の食塩水があります。これを2対1の割合で混ぜると 10% の食塩水ができます。2対3の割合で混ぜたら 12% の食塩水ができます。 AB の濃度は何パーセントでしょうかと、AB の濃度は分かってないわけです。ただただ2対1で混ぜると 10%、 2対3で混ぜると 12%。 さあ、まず2対1で混ぜると 10%、 A を多くして B を少なくすると、A 対 B が2対1の時には、10% になる。そして A 対 B を2対3、B の方を多くすると 12% になるということは、 B の方が濃いわけですよね。 A の方が薄いわけです、ね、B の方が濃い。さあ、じゃあそれを考えて、まず面積図をちょっと書いてみます。2対1の割合で混ぜると、さあ、薄い A の方がこれだけで、 B のがまあちょっと飛び抜けてますよね。ただこれが、混ざると、まあ、こんな感じになってね、上から飛び出たものがここに入って、これが 10% になる。さあ、そして今度はね、 A を2、 そして B を3多めにして、で、そして A の濃度はここね、これだけ、そして B の濃度はこれだけ。ね。同じ。で、こういう濃度でやると、こんな感じになる。で、この飛び出た部分がここに入って、12% になるわけです。ね、で、この時にね、じゃあこっちにまた戻ります。さあ、この長方形。2対1、横が2対1で、この面積が同じなわけですよね。横の比が2対1だったら、縦の比は1対2の逆比になりますね。1対2です。で、この間に 10% がある。さあ、今度こちら見てください。ね。この2対3に分けた。2対3に分けましたね。だから2対3に分けた段階で、これ横の比が2対3ですから、縦の比はこれ3対2なわけです。3対2の逆比です。さあ、そうするとね、ここの部分だけちょっとね、とここの部分だけを合わせてちょっと書いてみますよ。いいですか。 B の濃度はここ、 A の濃度はここなんです。そうすると、まずこちら側、 B の濃度がここで、 A の濃度がここで、こちら側の場合はね、この AB 1対2に分けて、1対2に分けて、ここに 10% があるわけです。そしてこちら側、 A と B があって、ここを3対2に分けて、ここが 12% なわけです。で、よく見ると、結局 A と B のこの長さ一緒なんですよね。一緒で、2対1に分けたところに 10% があり、2対3に分けたところに 12% がある。これは2対2たす1は3ですよね。2たす3は5ですよね。
これをさ、こちら側を5倍して15にします。合わせてね、こちらを3倍して15にします。そうするとさ、2×5、10、10四角対5倍5四角、さあこれを3倍します。2×3=6四角対9四角ですね。そしたら10と12の、差が 2% の差が9-5の4になりますよね。いい？ここね、ここね、ね、12% と 10% の差は 2% です。 2% が 9-5 の四角4ってことになるわけですよ、ね、たら四角1は4分の1ですから 0.5% です。四角5はその5倍ですから 2.5% になるね。ここね、 10% の A は 10% の 2.5% 低いラインですから、A は 7.5% になるわけです、ね、そして B の方はどうかというと、これ四角10ですね。四角10は1が 0.5 ですから、四角10は 5%、 10% の 5% 上ですから、 B は 10%+5% の15%。こちら側でもやってみますよ。元が基準が 12% で9ね、ですから9はこれ 4.5% ですよね。 12% から 4.5% 引くと 7.5% です。 合いますよね。そして 12% が6です。1が 0.5% ですから3ですよね。3%、 12% から 3% プラスするとやっぱり 15% になるわけです、ね、面積図を書いてみて、ここのね、 A と B の間が1対2に分けたところに 10% がある。こちらの方はね、この A と B をね、 A のこの部分を3対2に分けたところに 12% がある。さあこれが同じ長さですから、2対1、2対3をそれぞれ足して15になるように、まあ、比を揃えてあげる。そうすると、2% が四角4と分かってくる。2% が四角4と分かれば四角1が分かり、ね、全部分かってくるということですね。このやり方をマスターすると、このパターンは、まあ、できるようになるということですね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。